今回は幕末維新の人物ランキングです。倒幕派左幕派を問わず魅力的な人物が多いですが、混迷する先の見えない時代に強い信念を抱いて生きた魅力的な人物を見ていきましょう。ランキングスタート。10位、斎藤はじめ。斎藤はじめは一貫して己の信じる正義に準じた人物だったと思われます。新選組の大使だった頃に粛清暗殺といった汚れ役を黙々とこなしたとされていますが、それは大気を破った者へ正義を通したと考えられる行動です。そして戊辰戦争では旧政府会津藩への恩義を最後まで通して戦い続けました。9位、桂小五郎、木戸孝允。優れたバランス感覚、30代女性。近代国家の成立に大きな役割を果たした。薩長同盟から長州藩の逆襲時代、明治維新で政治家として大活躍時代、名前を木戸孝允とし、右大臣三輪倉朋美から能力を買われ、捜査一局顧問専任という役で実質的な政策の最終責任者となります。8位、近藤勇。男らしいリーダーシップ、40代男性と評価されました。新選組局長、後に幕臣に取り立てられ公用鎮部隊長、徳川幕府に尽くした人生でした。7位、吉田松陰。日本の武士、長州藩士、思想家、教育者、一般的に明治維新の精神的指導者、理論者、倒幕論者として知られる私塾松下村塾で、後の明治維新で重要な働きをする多くの若者に思想的影響を与えた。松下村塾での教育に加え自ら実践したところ、50代女性と評価されました。6位、沖田総司。新選組の一番隊隊長です。若くしてこの世を去りました。その剣の腕前は隊内随一と言われ、池田屋事件、金門の変、油工事の変など新選組の活躍する事件の最前線で常に奮闘します。5位、勝海舟。幕臣で坂本龍馬の師である勝海舟が入りました。幕府の中にいながら視野が広い40代男性。江戸無血開城をやり遂げたことに尊敬する20代男性と、日本全体を考えての決断が評価されました。4位、高杉晋作。騎兵隊を組織した長州藩の高杉晋作、型破りで決断力行動力を発揮した30代男性という生き方はまさに痛快。短い生涯を面白く生きた怪談児と言えるでしょう。3位、土方歳三。新選組の副長として活躍した土方歳三です。最後まで誠の旗を掲げて武士らしくあろうと戦い抜いた生き方がかっこいい20代女性。男の中の男、60代男性とのご意見には納得の一言。8割以上が女性票で、司馬遼太郎作品や大河ドラマなどで見せられた方が多いようです。2位、西郷隆盛。龍馬の盟友であり薩摩藩を兼任した西郷隆盛、どっしりとして信頼感があり情に厚い60代男性など、頼りがいのある特実な人柄が支持されました。1位、坂本龍馬。海援隊を創設し薩長同盟に奔走した坂本龍馬、進歩的で数十年先を見据えていたように思う40代女性。維新後も生きていればもっと違う世の中になったのでは20代女性というように、先見力を魅力として挙げるご意見が多く、独創的な発想で変革を目指し全力で駆け抜けた姿勢に共感する60代男性と、自由闊達な発想と行動力が評価されました。
現代においても龍馬の生き方は憧れであると言えるでしょう。ランキングの一覧はこちら。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。